こんにちは地理空間情報の基礎と活用聞き手の佐治真彦ですこの講義の主任講師の先生をご紹介しましょうこんにちは関本です私は普段東京大学空間情報科学研究センターというところで、えー、研究をしていますあの具体的には実社会における様々な空間情報例えば人々の流動ですとか建物 道路そうしたもののあの空間情報に関する研究を行っていますどうぞよろしくお願いしますこんにちは川原です私は普段放送大学で人間が周囲の環境をどのように処理して健康的な生活を送れるのか考える研究をしています我々が生活をしている環境を考えるときにこの講義でのテーマである地理空間情報を扱ってデータを整理することがありますよろしくお願いします 関本先生、川原先生、早速ですが、ちょっとだけ講義の内容を教えていただきたいと思います。まず、あの科目名の中に地理空間情報とあります。地理と空間と情報ということで、なんかこう地図の授業なのかなっていうふうにイメージするんですけれども、どうなんですか？はい、そうですね。あの。 地理はきっとあの小学校でも習ってるとい馴染みが深いはずなんですが、はい、地理と空間と情報って一緒に同時に使われると結構いいいよううに思ってししまう方多いかもしれないですよね、はい、でもあのいずれにしても地図上で表すことができるその実社会実空間の情報はもう何でも地理空間情報と。 いうので、もうすごく幅広く捉えていただいていいんじゃないかと思います。はい、佐助さんはどんなものを想像できますか？やっぱりもうあの日々使っているのが、えー、スマートフォンのアプリですよね。あの携帯などの地図の位置情報サービス。うん、それからあとはあの地図の上にあの載ってる気象情報なんかもそうですか？うん、はい、そうですね。あの最近その地図の アプリというものがたくさん出ててきまして、はい、便利なのでそれが使えれば誰でも使えるということになっていますしあのそれにとどまらず最近はゲームの世界でもいろいろ出てきていましてかわいいキャラクターが登場して、はい、そういうのを通じて逆にゲームを通じてみんなが外にあの出歩きたい散歩に行きたいっていう こう行動変容まで起こしてしまうようなとってもあの面白い展開にもなってきてるんじゃないかと思います。はい、川原先生いかがでしょうか。はい、そうですね。例えば気象情報とか地震の情報など、えー、住んでいる場所の災害に関する情報とかも一とともに必要な時に知らされると防災に役立っていることができますよね。はい、そ,そのようなあのものにも地理空間情報というものが 活用されていいると思います、はい、それでは第1回から第15回の内容を少しずつ見てみましょう。第2回では現在利用されているさまざまな地図の形態を駒沢大学の瀬戸先生が解説します東京や横浜周辺の古地図を対象によりコンパクトに複数の地図を切り替えて表示することができる「東京自走地図」 というスマートフォンや、えー、タブレットで使えるアプリケーションになります。はい、えー、こちらの図になりますけれども、えー、スマートフォンには多くの場合、まあ GPS 機能が標準で搭載されていることから、はい、まあこの機能を使って現在の位置、それから、えー、過去の地図上の位置を容易に検証することができるようになっています。第五回では。 山口大学の永井先生が衛星を用いて地球を測定する技術のリモートセンシングについて実例を交えながら解説を行います非接触でま対象物に触れずに測定をすればそれはリモートセンシングということになりますすると例えばあの今新型コロナウイルスの,あの感染を防ぐために非接触で体温計計測しますよね、はい、これも リモートセンシングと言えるんでしょうか非,非接触で。そうですね、もうおっしゃる通りです。あの<っ>あのこう我々が今こうレストランに入っているときにですね、こう<っ>普段はこう体温計を脇に挟んで計測していると思うんですけれども、<っ>まああの簡易的にまあ非接触でまあ測る体温を測るこれもリモートセンシングと言えます。なんかちょっと身近になってきました。第7回では。 交通システムや携帯端末のデータ等を活用して、人々の動きを捉える際の技術とその変遷を俯瞰します。スマートフォンが普及しまして、そこに標準搭載された gps チップによって、あの多くの人のあの位置情報が取得され始めたというわけです。いわゆるビッグデータと呼ばれるものですね。はい。 あのそれによりまして例えば2011年の東日本大震災の時にもあのなんていうんですかねあの携帯電話の,あの事業会社さんとの、まあ、共同研究を通じてあの地震前後の,あの急激に人々の行動変容が起こった様子というのが分かるわけです。はい、第9回は保健医療に おける活用について東京大学の山田先生が解説します保険や医療、健康を扱う学問分野というとまず思いつくのは医学や薬学ではないかと思いますが空間、つまり私たちが住んでいる場所の環境というものも人の健康には深く関係していますそのため地理空間情報や空間情報科学は保険医療分野にも貢献できるものとして期待されています これらの地図は都道府県ごとの医療や健康に関わる指標を示したものです。左から順に乳がんの罹患率、人口10万人あたりの医師数、野菜の平均摂取量の地図になっています。都道府県という大きな空間単位で集計したものではありますが、それぞれに地域差があり、また指標によってはその地域差に空間的な傾向、パターンがあることも見て取れます。 いかがでしたか皆さんもぜひ地理空間情報について学習をしてみてくださいそれでは講義でお会いしましょう